ピザラジオカルト研究会。さあ本日はゲストの方に来ていただいております。自己紹介よろしくお願いいたします。放送作家兼オカルト研究家の戸田セルクと申します。よろしくお願いします。お願いします。じゅんちゃんは戸田さんとはニコラジ時代に、はい、お世話になってました。作家として入っておりまして、はい、加藤さんがそのニコラジで回しているところをそのコメントがものすごい嵐が来るんですよ、うんうんうん、それをずっと見守ってる何もしてないじゃないですか。何もしてない。見守ってるだけなの。温かく見守っていただきました、はい、じゃあその時からオカルトは研究されてたんですか。あ、そうですね、個人的には研究してたんですけど、あんまりオカルトを研究してる感あるとなんか信頼失うじゃないですか。そうだから超初耳だったんですよ。ですまずね、僕が紹介したいのはですね、うんうん、その UFO をものすごい今研究しておりまして、はい、UFO、 はい、あ、一個いいですか、はい、その、もうあまりにも、はい、いやいやだったら言っていいんですか。失礼に当たんないですか。あ、言っても大丈夫ですけど、うん、一応なんかそのあれですよ、あのオカルトファンの金銭に触れないところちゃんと俺わかんないから何をっていう人が時々、ね、そうですよね、はい、僕らでちょっとでも一回やらかしてるんですよね、はい、ヌーの編集長さんが来ていただいた時にそのロケの前がサメを釣るっていうロケで、はい、二人とも結構疲れててくったくたでもうみたいな感じだったんですよ。いやもうだからつまんなかったわけじゃないんですよね。そうそう、めっちゃおもろかったけど、はいはい、シンプルに疲れてて疲労感があった。そうそうそう、今日はバッチリです。あのピザラジ史上始まって以来のあの低評価の方そうなんだ。じゃあですね、まあ、まず最初に言いたいのがですね、はい、あの UFO がただいま沖縄に大量出現中だと。へー、行ってましたよ沖縄。俺行ってました。はい、最近見ましたね。もちろんいや、UFO 見てないです。見てないですか。はい、僕 UFO 全く信用してないんで。信用してない。はい、なるほど。じゃあ今日でちょっと変わるかもしれないです。ああ、じゃあ、はい、とりあえずとりあえずこれを見てください。動画見ましょうか。はい、一つあるんで、これが僕が沖縄で撮った UFO 映像ですね。あ、戸田さんが撮ったやつ。はい、これ僕が撮ってます。お、ほんまや。こういう、すごっ。え、みんな見てるってことですか。みんな見てます。ここの空間には30人ぐらいいましたかね。え、このレーザーみたいなのは、はい、下からこう照らしてるってことですか。そうです、そうです。この場所に UFO が。ああ、また光った、はい、あ、来た来た。へえー、いや、なんかいいんすか、あんな UFO をレーザーで撮っちゃってまあレーザーでなんかコール&レスポンスするという感じ。 あれコーレスなんですか。はい、そうです。え、でも確かに飛行機とかとは違う感じですね。違う未確認飛行物体ですね。へ、はい、すごい点滅してる。で、なんかこっちからの光の投げかけに対して光を返してくれるんですよ。すごい。で、今これ下の方に山が見えるんですけど、はい、そこの方に少しずつ下がりながら向かってるんですね、この点滅する光が。結構強い光っすね。そうなんですよ、他の星に比べると。はい、他の星よりもね全然光ってるんで、うん、はい、下がってるね。これもうちょっとでなんですけど、はい、山のところまでどんどん近づいてきて、うん、最後あのこの山の方がね、この点のところがですね、こういう風に光るって、これピラミッドの向こうめっちゃ明るい。え、めちゃすごいじゃないですか。めちゃくちゃ光ってるじゃないですか。はい、そうなんです。え、地元のヤンキーが花火上げてるんじゃないですか。それぐらい光ってますよね。はい、じゃあれ最後のやつも UFO の光ってことですか。そうです、そうです。最後こう UFO が斜めにどんどん起きてきて、あー、なんか変なのが変なのが変なのが、あ、いや、島次郎ファンに僕が流してたよ。よっぽど変な話してたのね。ああいうものが今沖縄ではバンバン見られるようになって、はい、なんで沖縄なんですか。もともとあの UFO 伝説ってのすごい多いんですね。UFO 伝説が多くて、その僕のよく観測に行ってる南の島では、その UFO がこの場所に着陸したよっていうような石とかがあるんですよ。ここに着陸してこの石に UFO をロープで係留しましたっていうような。石に、はい、そこではその海にある石に UFO のロープを引っ掛けて UFO が持ってかれないようにしたっていう伝説があった。あの、うちの加藤純一君が信じてない顔してた。ごめんなさい、今の話全く聞いてなかった。なんか石がね、ごめんなさい、今全然聞いてなかった。何もう一回話してもらっていいですか。石の話のくらいから聞いてなかったです。全く聞いてなかった俺。バカなっていう話が今分かんなかったです。
石を持ってかれたんですか。いやいやいや、石の持って石の大きさはどれぐらいなんですか。石の大きさはこれぐらいの石なんですけど、はい、そんなちっちゃめなんですね、はい、もうその何百年前からも伝わる伝説で、はい、そこにあの船がね、空飛ぶ船がやってきて、はい、これが UFO じゃないかって言われてるんですが、はい、そこに空飛ぶ船を着陸させて、なるほど、はい、ロープで係留したというのがさっきしてた話です。わかりました、じゃあもともと UFO が出やすい地域だったってことですか。そうです、はい、まあ、結構その縄文時代から UFO と交信してたっていう伝説があったりして、はい、あれってそのたまたま撮ったんですか、それとも、ね、撮りに行ったんですか。あ、撮りに行きましたよ。撮りに行って撮れるんですか、はい、そうですそうです。UFO を撮影するために沖縄に行ったってことですか。そうですそうです。マジでちょっと変わったおじさんじゃないですか。いや、オカルト研究会、研究会か。あ、まあまあそっか。変わったおじさんですね。沖縄以外には他に UFO でよく出るとこってあるんですか。違う、よく出るって聞くのはですね、まあやっぱ青森とかですね、北海道とかですね、あの北海道はでも聞きますね、うん、はい、見通しがいいのかな、やっぱ見通しがいい。あ、それもあるんですけど、はい、やっぱ縄文時代の遺跡が多いところによく出るって言われてる。縄文時代と UFO の関係性みたいなのあるんですか。あるんです実は。へ、縄文人ってあの変な土器たくさんね、うん、使ってるじゃないですか、はい、縄文土器、はい、うん、あれって、まあ、まさにそのもう人外もいいところじゃないですか、もう風貌とか、あ、その土偶とか、はい、土偶とか、はい、もうやっぱあれってその宇宙人をやっぱ発想の元にして作ったんじゃないかって言われてて、なるほど、いろいろ今よりも距離感っていうのが近かったから、その縄文土器っていうのを作られたっていうね、ことがあるんです。だからまあその縄文の遺跡があるその南の沖縄の方とか、うん、結構北海道青森の方とかはもうその当時から宇宙人と交信をしてたから、うん、UFO が出やすいんだというね話なんですね。面白い話、はい、ちょっと俺も食いついてはきました、あ、食いついてきました、はい、最近のですね、今の UFO とかですね、うん、更新の仕方っていうのが一つありまして、はいはい、あのよく UFO って呼ぶときにそのベントラベントラとか、あ、言うんですか、呪文を、ね、唱えるっていうのは結構定説である、ベントラベントラって唱えると UFO がやってくるとか、ユン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 ってこの UFO のエンジン音なんですけど、ユン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 って言うと UFO 寄ってくるよとか、そういう話があるんですけど、これも最新バージョンは、最新バージョン、最新バージョンはUFO はおしっこでやってくるっていう、ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。 UFO って実はチンチンもしくはおしっこに反応してるんじゃないかっていう説があるんですね。これちょっと低評価増え始めました。いやいやいや、真面目に言ってるんですよ。いや、めっちゃ真面目に言ってる。今ちょっとずつ低評価増えてますよ。いや、消してください、消してください。これちゃんと真面目な話なんで。じゃあちょっと真剣に聞きますよ、はい、じゃあ僕は聞いてください、はい。僕がその沖縄に行った時に、はい、その UFO をよく交信してるっていうね、うん、子がいるんですけど、はい、その子がやることがその UFO と交信する時にさっとね、藪の中に隠れるんです、はい、さっと、うん、でおしっこをするんです、はい、おしっこをする時にあの光がバンっておしっこしてバンっていくんです。何を言ったの。いや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 、真面目に言ってますよ。あれですか、ですよ、サンプルがなんか、そのたなんかそのど、なんでおしっこだと思ったんですか。そたまたまおしっこしてるとこ。これやっぱその沖縄といえど、はい、やっぱ今日なんか出が悪いなっていう時があるんですよ。あ、まあ、あって、でその出が悪いっていう時にその子がじゃあちょっとトイレ行ってくるからって言ってトイレに行くんですね、はい、でトイレ行っておしっこをすると毎回光が現れるっていうのが何回も続いてて、これ僕3年4年ぐらい続けて。あ、なるほど。でもその方のおしっこが特別なんじゃないですか。あ、それもね、戸田さんがおしっこした時来てます。僕がおしっこした時は来てなかった。まあまあ、でもその僕がね、その現場で見てこれ確実におしっこだなと思ったのは、はい、やっぱその2時間3時間その夜ずっと星をね眺めてることなんて普通なんですよ、はい、で2時間3時間見てて、でやっぱそのさっきの映像のような瞬間とかその中の本当に1分足らずの、はいはい、うん、はい、でもその時に必ず彼がおしっこをしてるという。へー。で、まあ、あとですね、うん、その南の島なんですけど、うん、
のワープゾーンっていうのがありまして、ワープゾーン、わ、なんかそそられる、はい、あの街の中に祠があるんですね、はい、その UFO がよく出る島なんですけど、うん、街の中に祠があって、そこであることをすると、あの知らない、まあ、遠くの森にワープするっていう伝説があるんですよ。そのあることっていうのがおしっこなんですよ。もう急にそそられる。それはもう昔からの言い伝えで、それ昔からの言い伝えです、はい、地元ではものすごい有名な、でおしっこすると飛ばされる、飛ばされて3キロぐらい先に飛ばされるんですよ。で目覚めた時には森の中だったみたいな話があるんですよ。でおしっこはトリガーなんですね。トリガー、本当にそうなんですよ。なんかあの、はい、ね、はい、オカルト好きな方からは多分その批判は来ないかもしれないですけど、はい、沖縄県民の方からすっげー苦情が来そうだって僕、俺も一応こんな真剣な顔して聞いてますけど、嘘つけと思って嘘つけきてんじゃん今日嘘つき隣にいると思って、今はまだだっておしっこなんだもん。そうですよね。で、そうワープゾーンはでも、はい、だっておしっこまみれになるじゃないですか。そうなんですよ。大変なことになってる。いや結構ね、あの僕も見たんですけど、やっぱちょっとほのかなアンモニア臭がしてたという。あ、じゃあもうやっぱ、はい、そこで実際してる人もいるんですね。いるんですよ。結構酔っ払いがその周りトイレないからそこに入ってしちゃうらしいんですけど。ワープゾーンに入って。ワープに入って。はい、ワープしちゃってるんですよ。はい、それ酔っ払ってるから記憶なくなってあれやってんじゃないですか。はいはいはい、まあまあそういうね、うん、ワープしちゃってることになってんじゃないですか。ありますけど、ね、うん、まあでもそれもう続出しますから、その地元ではもう十何人とか証言がありますから。あ、そうなんですか、はい、ワープしてるって、はい、たくさん今日書いていただいて、そうですね、いろいろよくそれ過剰書きしましたね。あ、そうですね、おしっこでワープしてるとか書きましたね、はい、ちょっとその下のやつがすごい気になるんですけど、はい、これはテーマをですね、はい、引き寄せオナニーの真実というね。これは何ですか。これはあの引き寄せの法則はお二人とも聞いたことを、あ、なんか聞いたことあります、あります。俺、僕ゼロなんで。ゼロですか。聞かせてもらっていいですか。あの引き寄せの法則っていうのは、その人間が願ったものは必ず現実化するという、うん、はい、叶わない夢はないみたいな、はいい話なんですよ。はい、だその夢とかを引き寄せてることで、その自分の仕事が良くなるとか、そういうのを全もうどんどん実現していってくださいみたいな話で、うんうん、でこの引き寄せの法則を使うときに一番いいのがオナニーだっていうんですよね。どういうことですか。はい、これですね、オナニーっていうのはもうあの単なるエロいことじゃなくてですね、うん、その人間の絶頂を迎えたときに、その瞑想状態に陥るっていうんですね。へ、はい、よく賢者タイムって言うじゃないですか。あ、言いますね、言いますね。賢者タイムって言うんですけど、あの時ってもう仙人みたいな気持ちになってる。まあまあまあ、まあ、この欲が一つもなくて、うんうん、だその状態こそが人間としての思考の状態だというね、うん、ほう、はい、だこの時、この絶頂の時に願いをねじ込むんだって。オーガズムの絶頂の瞬間にお金持ちになったっていう、なったって。ほんまですか。いや本当に本当に。いや俺今自分のお願い事とこう、はい、ね、はい、フュージョンさせて想像してみましたけど、武道館でライブやりてー、頑張れてー。いやいやいや、ちょそれはね違うんす、それ違う違うんすか。俺やり損じゃないですか。ちょ手までつけた。何やりてはダメなんです。やりてはダメだって。そのやっぱ引き寄せの法則、願うときに、うん、完了形で願わないといけないんですよ。やりてだと、そのやりたいという状態を引き寄せてしまってるんで、はあ、武道館でのライブは叶わないというこの状態を引き寄せてるんですよ。なるほど。だから完了形で願うんです。その武道館でライブやったーで、うん、それでちょっと願ってわーまん気持ちいいやりながら。そうそうそう、はい、はあ、なるほど、ね、それがやっぱ一番いいんですよね。はい、純ちゃん実践してみようと思いますか。嫌です。しませんけど。あのやっぱ、いや手軽にできますからね。そうなんですか。にもできますから。ちょっとじゃあ一回はやってみます。はい。で、ね、知り合いの女の子でですね。はい。UFO 呼んで宇宙人に
会いたいっていうね、うん、女の子がいたんですね、はい、でそれでこの引き寄せオナニー、まあ、もしくはその引き寄せセックスを試してそれで呼んでみたらどうだというね、うん、話をしてですね、実際に実験してもらったことがあるんですけど、はい、その浜辺で引き寄せセックスをしたんですね、うん、はい、そしたらちゃんと UFO がやってきて、へ、僕もそれ撮れました。あ、それいや下の方だったけどそのエッチしてる様を撮ってたんじゃなくて、エッチしてる様は撮ってなくて上で UFO 来たのをちゃんとよく我慢できました、ね、いや僕こっちの方が全然あれ、性欲より UFO 欲の方が高いってことですか、はい、すごいわ、そういう研究をさせていただいてるんで、へえ、すごい面白いですね、だからまあ本当に叶うんだというねことを忘れずにやってほしいなというふうに、あ、じゃあもうそれで、はい、で引き寄せオナニー、引き寄せセックスで UFO に会えると、UFO に会える、はい、なるほど、まあ、だ何らかの発射がトリガーになってるってことですね、あ、おしっことか精液とか、はい、じゃあちょっとここでおしっこシリーズ完結させていいですかとりあえず別にいち早く僕ら望んでないです、望んでなかったっす、皆さんお待ちかねみたいな、面白かった面白かったですけど、いやでもたくさんお話を聞かせていただいて、今面白かったですね、面白かったですね、はい、うん、またなんかあのオカルト話溜まってきたら、あ、確かにちょっと番組来ていただいて、はい、いろいろとお話を お伺いしたいなというふうに思います、うん、戸田さんもしあのお知らせなんかありましたら、さくらまなちゃんと、うん、南の島で UFO を探しに行くっていう番組をですね、U-NEXT で今、うん、配信中なので、あとクレイジージャーニーという番組 あの丸山ゴンザレスさんという方と、はい、あの都市伝説の番組だったり、はい、まあ、その闇社会についての番組だったりを今あの Spotify であの一緒に話してますので、それをと、まあ、あとさっきのおしっこの UFO は僕の YouTube チャンネルで見れます、はい、ちょ見に行きます白黒発見つけますよ、ちゃんと見て、はい、はい、というわけで本日は戸田さんに来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、この世界がシミュレーションでできているっていうね話をもちろんご存知ですね、お二人とも、いや知らないです、富士山がですね近いうちに噴火するっていうね、話があるんですけど、サイキック投資の時代がやってきた、これ僕も気になりました、なんすか、もうチャート見ないことにしてるんですけどなんか下がったらなんか騙されたとか思ってるだから